皆さんおはようございます。今日は6月の第2週ですので、聖餐式があります。メッセージの後聖餐式を行いたいと思いますので、まだご準備できない方は今お水とですね、お水でもブドウジュースでもいいんですけれども、それとパンとご用意なさってください。よろしくお願いいたします。今日から英語部の方は試験的に礼拝を始めますということだったので、私たちもその覚悟できたんですけれども、なんだかそのような感じではないので、ちょっと伸びたかなと思います。規制がたくさんあるので、一人一人の体温を測ったりですね、名前を書いてもらったりですから、40人から始めるとおっしゃってましたけど、40人が中に入るまでのその時間がかかると思います。私たち日語部はまだですけれども、早く礼拝できるようにお祈りください。それでは一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、あなたによってあがなわれ、私の人生のすべてに神の支配と摂理があることを知り感謝いたします。このパンデミックでいろんな耐え難い出来事に忍耐することを教えられています。すべての営みの中にあなたが共にいてくださることを感謝いたします。この試練の時を通して神様に出会い、救われる人々を起こしてください。少しずつ世の中が通常通りに動き出しています。どうぞこのコロナのウイルスがそれによって広がっていきませんように、どうぞコロナの終焉を切にお願いいたします。これから語るものの上にあなたの清い力を注いでくださいますようにお願いいたします。すべてのことをあなたに委ね、尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は説教題が決断の時ってなっております。聖書箇所は伝道者の書3章の1節と11節。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。神のなさることはすべて時にかなって美しい。とても有名な聖句ですね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。今日は聖餐式がありますので、本当に今まだ洗礼を受けておられない方がですね、本当に今決断をなさってくださればという思いで、今日の説教題にいたしました。決断の時、その時を思っていただけたらと思います。6月10日っていう日はですね、これは時の記念日になっています。昔々天智天皇の10年に初めてですね、新天文台に水時計なんて私は見たことないんですけれども、水時計を置いて、そしてその時を鐘を打って一般に知らせたんです。その時がですね、この日が6月10日に当たりますので、大正の9年以来ずっとこの日が時の記念日とされています。時はギリシャ語でクロノスと言います。時計の1時間とか2時間とか、そういう時をですね、クロノスですね。そしてそれに対してカイロスという言葉があります。カイロスはターニングポイントとなるような特別な時、これをクロノスと言います。私たちクリスチャン一人一人が神様と出会った時、それがクロノスですけれども、もっといろんなクロノスが、大小さまざまなクロノスを皆さんの人生において体験されていると思います。それでは時とは何でしょうか。これはですね、聖書は
時を神との関係において人生と結びつけて教えています。まず第一に、時は神のものであると教えています。これは皆さんも覚えてらっしゃるかもしれません。ルカの福音書12章にある金持ちの農夫が出てきます。蔵をもっと大きな蔵にして、そこに、収穫物とかですね、自分の財産を全部入れて、だから自分の魂を楽しんでくれっていうふうに、農夫は言ってるんですけれども、この農夫は自分だけのためにその財産を使おうと蓄えているわけなんですね。これに対して神様はその農夫におっしゃったこと、これはですね、しかし神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる、まあ、魂、命なんですけれども、今夜お前の命は取り去られるというふうに、こういうふうに神様はおっしゃったんです。時は、時イコール命ですけれども、時は神様のものなんです。そういうふうに教えられています。まあ、忙しい時代にあって、私たちはですね、時間は自分のものだと思い、そう考えやすいんですけれども、しかし時間は自分のものではありません。第二に、聖書は、時は神様から私たちに委託されたものであると教えています。ですから時をどう用いるか、それは私たちの責任にかかってきます。そして第三に、時はですね、人生のテストであると教えています。これからの私たちの時をですね、どう道徳的に、また霊的に、選択するかは、私たち、それによって、テストされていると、教えています。聖書は、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。ってガラテヤ人への手紙6章の7節から8節で教えています。私たちが自分のものだと思っている時、時間は実は神様から与えられた恵みの賜物なんです。人間の力でこれを短くしたり長くすることは許されない、これは厳粛なものなんです。まあ、今朝の御言葉はソロモンの晩年の作である伝道者の書から取っています。ヨブ記、そして箴言、そして伝道者の書を、これを聖書の中では知恵文学と呼んでいます。この書を著者はですね、人生の書と書いています。生きるためになくてはならないその知恵、その人生の知恵を書いていますから、人生の書としているんです。ソロモンは皆さんもご存知のように、当時の世界で最も有名で有力な王でありました。知恵と富と文才で知られていたんです。この書の主題は無意味、まあ、空ですね。無意味、すべては無意味、それが主題になってます。
それはまた全てが無意味に見えるこの世界において、いかに最善を生きるべきかという問いに哲学的な回答を与えようとしています。本当に読んでみて、本当に人生の知恵になる言葉ばかりです。多くを語ることが いかに虚しいか、そういうことも何度も出てきます。やはり語ること、語りすぎること、まあ、こういうことを戒めるためであると思いますね。ソロモンはお父さんのダビデが建てた王国を受け継いで、それで、王様になったんです。ですからソロモンは名誉と権力をそれほど苦労しないで受け取ったんです。父ダビデは本当に長いこと戦って、王国を建設した方でした。でも息子はですね、名誉と権力をお父様からこれは譲られたものですね。信じがたいほど贅沢に暮らして世界一の幸福者と考えられていましたが、彼が繰り返したのは全てが無意味、全てが空でした。まあ、伝道者の書はソロモンが幸福ではなかったという印象を私たちに与えます。この無意味という言葉がですね、伝道者の書には37回現れています。全てが無意味である世界において人ができることは何か、それを彼はこのように要約しています。飲み食いし、喜び、善を行い、妻と楽しく暮らし、そしてあなたのなすべきことを力を尽くしてなしなさい。何よりも神を恐れ、あなたの目を最後の審判の日に向け続けなさい。怖いですね。最後の審判の日に自分の目を向け続けなさい。そらしてはダメだというふうになっていますね。まあ、神についてこの書にはですね、40回語られています。ですから無意味、空よりかはですね、回数が多いわけなんですね。人の人生には何事をするにも時があります。何事をするにも時が大切です。私たちの不注意や怠慢のためにせっかくのチャンスを逃していないでしょうか。悔い改める時は今です。古い生活から離れ、そして新しい生活に入るべき時は今なんです。このことを忘れないでください。アメリカの24代目の大統領クリーブランドは、若い時に悪友に誘われて毎晩のようにお酒を飲みに遊び回っていました。悪いとは知りながら断る勇気が持てなかったんです。ところがですね、ある晩いつものように飲みに行く途中で教会の前に来ました。その時ですね、教会の壁にこう書いてあったそうです。罪の支払う報酬は死である。この聖句がクリーブランドの目に入ったのです。そこで彼は決然と友達に言いました。今晩は飲みに行くのをやめにして教会に行こう。
しかしその友人は彼を嘲笑い、とうとう怒って言ってしまいました。それから30年が歳月が流れました。クリブランドは苦学の末に刑務所の看守長になり、それから市長になり、そして知事になり、そしてついに大統領になったのです。彼が大統領になったというニュースを聞いて、これが全米に伝えられた時、ある刑務所でさめざめと泣いている一人の死刑囚がいました。その死刑囚はあの夜、教会の前で怒って去っていったクリブランドの友人であったのです。もしこの死刑囚がクリブランドと共にあの晩悔い改めて死を信じていたらと思わざるを得ません。もっと別な人生を送ることができたはずです。その時を逃してしまったわけです。時を逃すと取り返しがつきません。今イエス・キリストを救い主として信じる決断をなさってください。この先行きが不透明な時代にですね、確固とした揺るがない信仰、これを持っていただきたいと思います。揺るがない人生を歩まれてください。今神を信じてくださるように願います。それでは一言お祈りさせていただきます。神様、すべてのことに定まった時があり、天の下、この地上のすべての営みに時がある。神のなさることは時にかなって美しい。このソロモンの知恵の言葉を感謝いたします。アルファであり、オメガである神様、あなたに出会ったことを本当に感謝いたします。伝道者の書から本当に多くの方が人生のことを学んでくださいますように。そしてキリストにある再出発をみんなが力強く始められますように、その決断を今させてください。心からの賛美を捧げ、新しい人として前に向かわせてください。そしていただいた恵みを無にすることなく、隣人に寄り添っていきますように。それぞれに定まった時を与えられていることを覚えます。時を生かして用いることができますように、聖霊の力を一人一人の上に注いでください。そしてベニス教会のこれからの働きを祝福してください。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは聖餐式に移ります。皆さん、罪の許しをさせてくださるようにですね、悔い改めをされてください。それでは一言お祈りさせていただきます。憐れみ深い父よ、あなたの御子救い主イエス・キリストの勲によって私たちを憐れんでください。私たちを清めてください。新しい命においてあなたに仕え、皆を称えることができるように御力をお与えください。アーメン。私たちが今救い主イエス・キリストの死と苦しみを記念し、死より与えられたこのパンと杯を受けて、キリストの尊い体と血とに預かるものとしてください。それではパンを取ってください。
なた方のために与えられた主イエス・キリストの体は、あなた方の魂と体とを守って、とこしえの命に至らせてくださるように、キリストがあなた方のために死なれたことを思い出すため、これを取って食べ、感謝し、信仰によってあなた方の魂を養いなさい。それでは杯を持ってください。あなた方のために流された我らの主イエス・キリストの血を、あなた方の魂と体を守って永遠の命に至らせてくださいますように、あなた方のためにキリストがその血を流してくださったことを思い出すため、感謝してこれを飲みなさい。それでは祝祷いたします。神より出る人のすべての思いに勝る平安が、あなた方の心と思いとを守って、神と我らの主イエス・キリストの愛を深く悟らせてくださいますように、また父と子と聖霊の神の祝福がいつまでもあなた方の上にありますように。